石を磨きながら自分を磨いていく3日間っていうんだけど、誰もがみんなこういう風な宝の箱を持ってるっていう。90から95が潜在意識って眠ってる意識だ。ここ箱を開けるとこれは自分の宝ですよ。宝の箱の内部を開けるとこういうものが出てきて、で最終的にヒノキの板の上に作品を乗せてもらう。自分の意識にこう抗えないな、違う方に行こう行こうって思ったらこういけないみたいな。思ってたものとはやっぱり違うものができちゃうんですけど、結果的にはなんか自分っぽいのかなっていう気もするし、これは多分本当に潜在意識だと思うんですけど、両親への感謝、こうしようあしようっていうよりとりあえずこうあーってこう重ねてったらこうなっちゃったっていう。今度未来の自分はどのようなことを願うのか、願ってください。その箱の中に入れてこれからの理想の自分を作っていってください。石を選んでこんな大きい石削るんですか。力を逃がしてそっちに行きますよ。はい。おお。何がこう感じながら掘ってるの？すごい、でもいろんなとこ行くんですけど、誰かリタイアしないかなって思ってたりとか。ああ、でも仕事のことも結構考えます。考えた。うまくいかないなみたいなのはすごい考えます。視界がそれしかないから、気にかかってることをなんかこう結構時間かけてちゃんと考えられるっていうことはあったもんです。粘土と違って好きな形には掘れないから、石と向かい合ってって感じですよね。手強いよね、ちょっとね。怖いですね。怖かった。これ実は喫煙者なんですけど、7時間タバコ吸わないでいいぐらい集中できます。これやってるとなんかもうタバコいいかなって。前なりにちょっといつ終わるのかなって思いながら、どこまでできるのかなって思いながら、なんか一生終わらないような気分でやってるのが楽しいかもしれないですね。この2番目。自分の思うようにならないからこそやっぱ面白いなって思います。やってる途中にいろんな考えることって、なんかこう感情を伴うじゃないですか。それをこう一つの作業をしながら、ゆっくりできる時間っていうのはなかなかないって、最初はその石がこうちょっとこう傾斜してるのもあって、そこからまあなるべく形に逆らわないでそこから見つけるっていうので、ある形から連想してやっていくっていうのが結構面白かったです。やってる間は没頭できました？いや、結構雑念振り回されつつ、あ、いや、途中からやっぱなんか掘ってる、まあ、今の自分の状態をこう忘れないようにしとこうと思いながら、石は掘ったことがなくて初めて掘ったんで、すごい大変でしたけど、なんか大変なことするのってやっぱ楽しい。